はい、皆さんこんにちは。紙工房のキングダムです。本日は、フレイヤ役の、みのりちゃんが言った、映画のお手本のようなお楽しみ方とはというのを、ご紹介しようかなと思います。はい、ではでは、お手本のようなお楽しみ方とはどうなのかと、言いますと、映像がありまして、こちらです。ということで早速もうね感想だらけですので、嬉しい、紹介していきたいと思います。マクタムネーム第3からです。ありがとうございます。皆さんおつまくです。おつまくです。3回映画を見に行きました。すごい、さすがです。1回目は劇場のワルキューレ時から進化したライブの演出や映画の内容すべてに衝撃を受けました。2回目は全体を俯瞰するような感じで見て、細かい隠された部分がないかなと思いながら鑑賞しました。3回目はワルキューレリボーンが届いた後に楽曲を何回も聴き、音楽を楽しむといった観点で3回目を見ました。オリジナルサウンドトラックが届いた本日、闇キューレイの曲を復習し、4回目の映画を近々見に行こうかと考えています。ありがとうございます。お手本のようなお楽しみの仕方。いいですね、唇の当初のイントロいい。いや、わかります。こちら第123回の、マクロスが止まらないの、お便りコーナーからでした。はい、で、このお便りコーナーで読まれたお便りが、お手本のような、お楽しみ方というふうに、みのりちゃんが言っていましたということです。はい、こちらのお便りなんですけど、私が出したやつが、読まれたので、動画にしてみたといった感じです。はい、なので、皆さんもこういった、見方などをして、映画を楽しんでいただければなと思います。はい、という感じで今回の動画は以上とさせていただこうかなと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロス動画の方でお会いいたしましょう。